公共曲第9番編歩頂長作品70は、ドミートリー・ショスタコービチが作曲した9番目の公共曲である。第二次世界大戦のさなかに、第7番、第8番の2作品を発表したショスタコービチは、戦後にこの曲を発表した。いわゆる、戦争3部作の最後の作品である。初演当時は、勝利の公共曲とも呼ばれたが、前2作とは、 かけ離れた軽微汚者脱な作品は、ベートーベンが作曲したような壮大な、第9を望んでいた当局の意向に沿わなかった。彼は、その後、いわゆるジラーノフ批判を受け、苦境に立たされることとなる。前日の通り、この作品は、第二次世界大戦の勝利を祝うために手がけられた。戦勝が、 決定的となった1944年11月7日の革命記念日における作曲者の発言には、勝利をテーマとする作品の創作をほのめかす部分があり、同年暮れにはその作品に着手したという情報が流れた。翌1945年1月にショスタコービチは、生徒のエブゲーニー・マカロフに作品のスケッチの一部を聞かせ、今度の作品は、 還元学のトゥッティから始まるのさ、と説明した。織氏も自身の祖国の勝利と国民の偉大さを称える合唱公共曲を制作中である、というオフィシャルな発言は、ベートーベン以来の9番という番号の重要さと、ともに周囲に大きな期待を抱かせたのである。4月には友人のイサークグリックマンが第一楽章を聴いて、その壮大さに感銘を受けたが、 ベートーベンとの比較に少なからぬプレッシャーを感じているというショスタコービチの言葉をも聞いている。その直後、創作は一時中断され、5月9日の戦争終結記念式典にも演奏されることはなかった。おそらく最初のスケッチは廃棄されたものとされていたが、4巻編成のオーケストラの談笑スコアが2003年に発見され、この公共曲談笑は2006年に ロジェスト・ベンスキーによって、モスクワで初演され、2008年には、マーク・フィッツ・ジェラルドの指揮により録音された。この頃作曲された未完のバイオリン・ソナタには、公共曲第10番に類似した部分があり、作曲者自身の内面を知る上で重要なポイントである。7月に創作が再開、8月30日に全曲完成。9月4日のリハーサル。 11月3日の初演となる。初演は概ね好評であったが、見事に片須かしを喰らわされた政府関係者には、スターリンを揶揄するものと受け止められた。大せるかな、当枠を引き起こし、同時代の感じる理念や感情からほど遠い、皮肉っぽい、怪奇主義と様式主義から抜け出していない、といったような悪評が、次々と出て、ショスタコービチを袋叩きにし、さらには、 ジダーノフ批判につながっていくのである。1945年11月3日、エフゲニー・ムラビンスキー式、レニングラード・フィル・ハーモニー交響楽団。なお、ムラビンスキーが初演した、ショスタ・コービチの交響曲の中で、この曲のみ録音が残されていない。日本初演は1948年3月9日、日比谷公会堂にて、上田ひとし式、東方交響楽団。 5つの楽章から構成される。演奏時間は約25分。アレグロ、そなた形式、変歩調調、2分の2拍子。軽やかな弦楽と木管楽器の導入部で始まる。金管楽器の荒々しいファンファーレを過ぎると一転して、ピッコロによる表金な主題が奏でられる。この主題が第一楽章を支配している。最後は導入部が再現されて、唐突に終わる。 戦争の終結を素直に祝うかのような、洒落た出来である。モデラートアダージョ、二部形式、ロタンチョウ、四分の三拍子。A,、BA、B, A, B コーダ。クラリネットの虚無感を漂わせる旋律から始まる。基本的に四分の三拍子であるが、旋律のところどころに、ため息のように四分の四拍子が挿入される。プレスト、スケルゾ、都庁長、八分の六拍子。 ABA の三部形式。明るい全音階的、第一主題が現れ、次いで半音階的な第二主題が続く。中間部ではトランペットが戦律を奏で、タンバリンが加わり華やかさが加わる。やがてゆっくりとした、悲しげな調べとなり、アタッカーで次の楽勝に続く。冒頭のクラリネットソロは、超絶技巧の一つである。ダルゴ、変路短調、4分の4拍子。 独立した学章というよりは、第三学章から第五学章への受け渡しという、側面が強い。突如、トロンボーン、チューバのファンファーレが鳴り響く。ファンファーレが終わると、ファゴットのカデンが浮かび上がってくる。これを2回繰り返し、ため息のようなパッセージを奏でると、そのまま、第五学章へ突入する。アレグレット、終局、ロンド・ソナタ形式、変歩調調。 4分の2秒子。ファゴットが第4楽章から引き続いて、更新曲、風の第1主題を奏でるが、どこか物悲しさ、心の迷いを含んでいる。その旋律が、バイオリンに移り、木管による推移となる。再度、第1主題が確保されると、第2主題が、破綻調で、バイオリンによってそうされる。展開部は、ホルンの合図によって開始され、4分の3秒子を交え、 不安定感を加えながら展開していく。低時部の木管の水位を弦楽器が刻み出し、ホルンがシンコペーションで追い立て、やがて最高潮に達する。再現部となり、第一主題がトランペット、トロンボーン、コントラバスのピッツェカートで現れる。低時部のそれとは違い、他の楽器の妙に明るい伴奏に乗って、勇ましく吹き上げる。直後に、第二主題が変歩調調で、 バイオリンや木管に現れ、これも定時部とは違って、とても明るい。この第二主題がトランペットによって中断されると、急にテンポを上げ、第一主題によるコーダとなる。これも4分の3拍子を交えて、不安定に走り、一気に駆け抜けて、楽章を閉じる。この修学章では、ユダヤの民謡旋律がパロディとして含まれている。それは、 ナチスドイツの崩壊によってもたらされた第二次世界大戦の勝利を描きユダヤ人の解放を意図した修学賞であるという解釈がある。フィドセー,エーフ式モスクワ放送公共楽団 CD 公共局第9番公共組曲カテリーナ・イズマイロバの市柳富子が書いたライナーのオーツ。ありがとうございます。